ホリック監督キャストの皆様ですまずはホリック完成,、ま、ク完成おめでとうございますよろしくお願いいたします改めまして、えー、綿抜き君博役をやらせていただきました神木隆之介です、えー、今日は本当に あの雨も降ったり雪もね降ったりめちゃくちゃ寒い時に急に寒くなりましたもんね寒い時に本当にあの来ていただいて本当にありがとうございます感謝してますえっと映画の感想はですね稲川美佳さんの世界観っていうのはこんなにもなんかこう美しくて履かないんだっていうのを あのまあ、撮影の時でも実感してましたし改めて自分で見た時もあのすごく思いました僕の中では今までなんかこうあまり見たことがないような体感のあの映画でしたはいまあ、こういう感想でございますけどもあの短い時間ですが本当によろしくお願いします市原優子演じました柴咲コウです本日は皆さんは足元の悪い中お越しくださってどうもありがとうございます完成疲労死者 で舞台挨拶っていうのがなんかすんごく久しぶりな気がしてこうやってお客さんを会場に入れてこういうふうに対面してお話できるのがすごく今嬉しくて幸せですえ映画の公開はもうちょっと先なんですけれども今日は皆さんに一足先に見ていただくということでえドキドキしています。私の絵 この映画を見た感想は、まあ、もちろん蜷川美香さんの作品であるというところでオファーをいただいて引き受けたところがあるんですけれどもやっぱりその緻密なその映像美だったりとか本当に細かいそのところまでの美術の作り込みもそうですし私は裕子さんとしてこの映画の中で生きているんですが日々本当に素晴らしい衣装ヘアメイクっていうのをあの施していただいて。 毎日その優子さんとして緊張感ある中であのカメラの前に立てたっていうのがすごく幸せだったなと思いますしその素晴らしさがえスクリーンにもたっぷりと存分に詰まっているかと思いますえそういったところ見ていただけると嬉しいです、えー、道明静香役をやらせていただきました松村北斗ですあのー、今ね柴崎さんもおっしゃってましたけど本当にお客さんがいるという状況が本当になんか 驚きとと感動と、まあ、もちろんやっぱり少々の不安もあってただ皆さんそこもちろんなんかいろいろね協力してくださったりとか強い信念のもと集まっていただいたんだなって思うと本当になんかあったかい気持ちにもなりますし感謝だなっていうふうにも思いますでねこの作品なんかそういう、ね、今のこのご時世とか皆さんが今なんか抱えてるあったかさとかを みかさんがなんか実はすごくそこを大ね。大切に描いてる作品だってことを僕は知ってるので、なんかこの後見る。特に今日集まってきた。集まってくれた皆さんには特になんか響くような作品かなというふうに思うので、この後の上映、ぜひ楽しみにしてください。今日はよろしくお願いします。くのぎひまわり役を演じさせていただきました。玉城ティナです。 え本当に久しぶりのこうやって皆さんの顔を見ての挨拶をすることができて本当に嬉しく思っています撮影が2020年でちょうど2年ぐらい経つんですけどそうやって時間が経ってこうやって集まって出来上がったものを皆さんに見ていただけるということを本当に嬉しく思っています、はい是非 映画をもう早く見ていただきたいです、えー、ジョログモ役を演じました吉岡里帆ですえ今日は本当に足元の悪い中こうやって劇場に来てくださってとっても嬉しいですありがとうございます、えー、私が演じた役は、えー、まあ、すごく悪女なんですけども振り切っての <laughs> 演じさせていただいてますので 楽ししんででいいたただきたいですし何より蜷川美香さんの本当に映像美とあと私は初号死者を拝見した時にその音との体感する感覚がすごくあってなんか第六感にこう響いてくるようなこうずーっとこう衝撃を受けるあの瞬間がとてもあって。 これはぜひ劇場で見ていただきたいなと心の底から思いました。なのでこうやって今日見ていただけるのをとっても嬉しく思っております。ぜひ全身で楽しんでいってください。え皆さん今日は本当に寒い中来ていただいて本当にありがとうございます。えっとですねこの映画を 作りたいと思ったのが10年前でそれから時間が経って撮影も2年前でやっとこの場に立てたことをとても嬉しく思いますスタッフキャスト全員が本当に一丸となって作り上げた作品なのでぜひ楽しんでいただけたらと思います今日はゆっくり見てってくださいありがとうございますそのキャラクターを演じられてのご感想また苦労された点心がけた点があったら神木さん伺いたいんですがめちゃくちゃプレッシャーでした正直あの。 僕はお話をいただいてから、えー、この「ホリック」の原作漫画を読ませていただいてであのめちゃくちゃ大好きになってずっと何十回もあの読んだり気に入った漢をずっと読んでたりしてたんですよ。であのやっぱり見るたびにあ美しいなとかその書いてあるセリフとかもなんかすごい何て言うんでしょうね すごい分かるようで分かんないけど分かんないようでなんでもな分か,かるなっていうこのすっごいなんて言うんでしょうねなんかこう表現としてなんかすごい引き込まれるような表現だしそれをなんかそうだよなって読んでるうちにそれこれ自分が演じるんだよなってこう毎回毎回我に返るんですけどそのたびにプレッシャーになってましたね。こんなに美しくて 儚かないようなその綿貫っていう人物を果たしてその3次元にしたときにどういうふうにこう存在すればいいんだろうかっていうのはすごくやっぱり不安でしたただあの蜷川さんの世界観っていうことで、まあ、そこはちょっとまあ安心といいますか。 ミカさんについていければあのまあ、大丈夫なんだろうなっていうので頑張りましたけどでもすごいうん緊張してましたねそうですか、はい、その綿ぬきとね出会うのが優子ですけれども柴崎さんは役柄に関してはこう意識されていたことまた苦労されたところありましたかまあ,あのちょっと初めに感想になっちゃうかもしれないんですけど私はもうあの 時系列がちょっと間違ってるかもしれないけど原作は知っていてまあ今回この仕事というか撮影ノウハウが来て優子さんだよってきてえーってなってもうものすごい集中してまた読んでその時に思ったのがもう絶対主役は上木君しかいないと思ってたんですよもうそれ以外考えられないと思ったら上木さんだったからやったーと思ってそんな感じだったんですねそんなプレッシャー感じてるなんて嘘って感じだしやっぱりさっき おっっしゃってたけどなんかその儚さみたいなのも私は感じるので神木さんからめっちゃぴったりと思って <laughs> それがすごい嬉しかったんですけどとすそ,その神、えー、木さんが演じるであろう渡野木と、うん、私が演じる優子さんが対峙しなきゃいけないわけなんでこれは大変だって思ったんですよねっていうのもあの監督がおっしゃられてるように。 優、えっと、子は「絶対的な存在感がないといけないから」みたいなもうそれ大前提なわけですよねえどうすればいいんだろうと思って「絶対的な存在感って何?何」と思ってちょっといつも不機嫌でいればいいのかなみたいな, <laughs> なんかど,どうしてたらいいんだろうって思ってたんですけどあのそこが準備の段階で美香さんがこう写真を撮りながらフィッティングをしてでその座り方とかも。 こういういソファーにこういう感じで足を伸ばして座ってみてみたいな感じでもうビジュアルのイメージが完全にあるんですよねで、そこでさらに本番になったらヘアとメイクと素晴らしい衣装があのまとえるわけなのであこれは安心だぞと思いましたの時点で、はい、<laughs> ビジュアルのイメージはさすがに蜷川監督ばっちり決まっっってらっしゃったわけですね松村さんはいかがでしたか、役に関しては。 美香さんと初めて会ったのがあのお写真の仕事で、うん、そこでどめきだと思ってあっどがいたと思ったんですよねその時らしくてで現場で一番一番困ったというか頑張ったのはとにかく声を低くするっていうじゃあこのぐらいかいやもっといやもっとっていうのを何回も繰り返して、はいうん、最終的に本当もうウッドベースぐらい低い声でずっと喋るってことになったのが一番 ななかなかねそんな低い声で普段喋んしゃべないじゃないですかだから、なんか大変でしたね <laughs> ものすごい低くいきましたね、セリフねあと、あんまりね大きい演技もできなかったからそれも心配だったでしょきっとやつ、ね、ですねすごいでもみんな難しい役なんでそれぞれすごい大変だっただろうなって思います <laughs> そして今、聞いててなんか申し訳ないなっていう気分ですけどありがとうございます、キャラがね完成されていると演じられる方は皆さん大変だろうなと思うんですが玉城さんは いかがでしたか、はい、でとにかくひまわりはあのすごく可愛く素直で明るい子でいてほしいというふうにお話をしていたので監督となんかそのキャラクターの背景にある二面性のある部分は、うん、そこまで意識せずに明るく可愛い女の子でいようって思っていたんですけど台本を頂い,いた時にひまわりのまあセリフが書いてあるんですけどその後に「カッコ」 超可愛くって書いてあったんですよ <laughs> で。でそれでなんだそれはと思って <laughs>、そんな台本をもらったことなかったので、あの稲川さんこう超可愛くっていうのはどういうことですかっていうのを聞いた覚えがあります。自分なりの超可愛く頑張りました。はい。監督はもう格好で書くぐらい。 そ,したたそうですねあの超かここは絶対超可愛くなきゃいけないと思って思わず台本に書いたのとあとなんか闇深さを持っている部分は放っておいてもきっと出るだろうと思っていたのであのとにかく可愛く明るい部分を意識してねっていうふうにお伝えしました <laughs> はい、ありがとうございます <laughs> そして吉岡さんジョローグモですよ、はい、すごいインパクトの強い役でしたねいやちょっと自分史上最も何て言うんでしょう 肌見せもそうですしまず人外なのでいろいろどうしようって思ったんですけどうーん,なんかその原作のイメージみたいなものをやっぱり大事にしなきゃいけないですしそこに対してはやっぱり真摯に取り組もうってすごく思いましたしあと私は今回すごく背中を押してくださったあの大きな味方がいて是非皆さん 映画を今日見られたらクレジットを目を凝らして見ていただきたいんですけどセクシー所作指導というあのはい方がいらっしゃいますなんでその先生が私のあらゆる妖艶な雲のような動きをあの見てくださってるので、まあ、その先生がめっちゃ面白い人でやっぱあの方のパワーと。 あとやっぱり実際、現場でボンテージめっちゃセクシーなボンテージで現場、一緒に過ごしてくださったりとかでなんか私もこれがなんか普通の服みたいななんか私服みたいな気持ちにだんだんなってくるというかすごいどんどん肌になじんでいく感じがやっぱ先生と一緒に現場に入れられたのは大きかったですね。はい ですか私、はい、クレジットで今まで気にしてなかっただけかもしれませんがセクシー所作指導って初めて見たので二永監督 <laughs>、はい、そうなんですよあの初日にあのインしてりほさんとが演じたのを見ていてもうちょっとこういうポーズにしようかこういうポーズにしようかって話し合ってたんですけど 私の持ってるセクシーポーズってそんなに幅がなくてこれはちょっとセクシーなポーズをできる人を入れた方がいいかもねって話になって初日はい,なくいらっしゃらなかったんですけど急遽あのポールダンスをやってダンサーの方なんですけれどあの普段そういうセクシー所作の職業っていうのを <laughs> されてるわけではないんですがその方に入っていただいてりほちゃんと一緒にあでもないこうでもないってお芝居に絡めながらかなりあのセクシーな面白いポーズしてるのでぜひそこもご堪能ください。 かなりあの体感を使いそうだなと思いましたけどね、そうです、ね、そうですよね雲なん蜷、ね <laughs> はい、川監督、先ほどもお話になっていました、はい、もう10年ほどこの作品あの、実写映画化、熱望されていたということなんですが、制作に至るまでのその思いをぜひ改めて聞かせていただいていいですかそうですね、やっぱりすごく原作のファンであったのと、でもこれを映像化することの難しさっていうのをすごくひしひしと感じていて、やっぱり長いお話を2時間にまとめるっていうことと、 原作のどこを守ってどこをまあ分かりながらも変えていくか変えていって映画にするかっていうのがとっても難しくて、あのー、本当に視点抜刀していたんですけれども最終的にはやっぱり柴崎さんと神木君が決まった瞬間にあこれはもう絶対いけるっていう確信に変わったので,でその後も圧倒的な本当に素晴らしいキャストと、あのー、仲間が集まって。 自信に変わってもうクランクインする時には絶対にこれをいい映画にするぞっていう思いで進めたので本当に感謝しかないですねでも本当10年かかったのででも10年かかったことがあの映画のセリフではないですけど必然だったんだなって思うぐらいあの満足のできる出来になっていると神、はいね、木さん柴崎さんまた確信に変わったっていう話がねねさんありました、ね、今、ね、おこがましいですね。 でも本当にそうですねこうちゃんが絶対神く君だって思ってたのも本当に私もそう思ってたしもう絶対、由子さんは柴咲コウしかできないって勝手に思ってたのでお二人が決まった時にもうに本当に人ってやったーって言うんだなって思いましたけど <laughs> やったーったたて言いました、はい、そうですねいやでも本当に映画っていいなって思います。あの出られることもも喜びだしやっぱりまずでも 最終皆さんに見ていただくことが完成なのでようやくようやくその10年の時を経て2年間の延期や編集の期間を経て今回こういうふうに皆さんに見てもらえるっていうのが本当に嬉しいです。あのいろいろな捉え方があると思いますのであの皆さんおののの感性でご鑑賞くださればと思います。本日あありりががととううごござざいいまますした 続いいいいいてて木さんお願いいたししままますすははいえー、本当に改めまして、えー、今日はありがとうございますあの柴崎さんが言ってるのを聞いてそっかそうですよね久保が初めて皆さんに見ていただけるんだよなと思うとやっぱりすごいなんか急に改めてあの緊張してきてしまいましたでもそれと同時にすごく楽しみですしあの早く皆さんに見ていただきたかったですしあのもちろん。 映画の中でのニラ永さんの,あの映像美だったりだとか CG だったりとか本当にこ,うこだわり抜いた部分っていうのもあるんですけどその,中もその中でもあのキャラクターたちのちゃんと人間関係だったりだとかあったかさっていうのをあの丁寧に描かれているので、えー、皆さん、えー、この後見ていただいてどんな感想を 持っていただけるんだろうっていうのはすごくあのワクワクもするしドキドキもしますけど、とりあえずはまずは皆さん一旦もう本当に気軽に楽しんで、えー、見ていただければなと思っております。今日はありがとうございました。三木さんありがとうございます。最後に稲川監督お願いします。はい。えっとそうですね、やっと見ていただけるのかと思うと私も緊張してきますけれども。 あの撮影時が本当にコロナ禍で緊急事態宣言が開いてすぐのクランクインだったのでなかなかすごく緊張感がありながらあの難しい撮影現場ではあったんですけれども本当にこう一丸となって作れたなっていうのが振り返ると楽しい思い出ですしなぜその時期にわざわざ私たちは作るんだろうって思いながらあの作っていたんですけれどもそれはやっぱりこの原作の元から持っているメッセージだったりとかこんな中でもやっぱり伝えたいことがあるなって思って。 で作っていたので、それがやっとこうやって見ていただける段階になったっていうのは本当にこう。結構感無量で今あの嬉しいです。もしもし面白かったらぜひいろんなところで話題にしてください。あの、全員があの全力を尽くして作りました。今日はゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございました。稲川監督ありがとうございます。キャストの皆さん、蜷川監督のご退場になります。大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。 もうこれ以上何も見たくない死にたい理由は特にない生きていたい理由はもっとないここは願いを叶える店あなたの願いは珍しい目あやかしが見えないようになりたいのね 何かを得るには対価が必要あなたの一番大切なものを差し出さなくてはダメ大切なものなぁ<ー>普通のことが当たり前になる人生を人間なんて何も変わらない変わらないんだなぁ変えるんだ俺たちだってドア あやかしはね人の心の弱さが大好物なんだこの世界ごと全部消えちゃうやめろこんなのを須に出したら世界がめちゃくちゃになるじゃあどうやって怪しく美しい身体感ビジュアルファンタジー,ー時は来たホリック全ての出来事には意味がある